はい、クリティカル面白んゲーマー対策です。今日はね、何かというとね、この T シャツね、コアチョコさんっていうねブランドの T シャツなんですけど、グラフィックのデザインはつぶらやプロさんの怪獣ブースカっていうキャラクター、怪獣ブースカのぬいぐるみですね、届いてるんで開封してみましょう。バッスーン、ここにね大きく墓場の画廊って書いてますね。墓場の画廊さんから届きました。はい、おう、はい、はい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 、こうなっていますね。はい、こんなフライヤーが入ってますね。キャラがね、ちょっと面白いキャラが入ってます。ビックリマンチョコシールサイズのステッカーがね、入ってました。やったぜ。さて、これですよね。主体怪獣ブースか。この赤いシールは何？どんなのが入ってんのかね。まずね、箱が入って、入ってるはずなんですよね。マジか。はい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 、マジか。はいはい、うん、はいはい、これはあの正面はこうかな。ここに真ん中にシュタイフのロゴが入ってて、ドイツ語かな、ドイツのブランドなんで、ね、シュタイフ。これでどうすんの、タイク。もう喜べよ、タイくん喜べ、ブースが来ちゃったんだよ、家に。そう、グローブ脱いどかないと、グローブ脱がないとあのね、引っかかっちゃう。どうすればいいの？こうやって出して、あ、いい香り、ドイツの香りがするぞ。うわぁ、ブースカ入ってた。うわぁ、ちょっと待って。かわいい。ちょっと待ってね。
なんかね、モヘアだから、ブーツからね、体の生地がモヘアだから、なんかね、ふわふわしてるっていうよりも、なんかね、ザラザラしてる感じ。T シャツと色が同じだから、わかりにくい。あのね、結構ね、がっちりしたね、がっちりボディのね、ブースカですよ。ね。ブースカの頭の上にはね、ブーカンって言ってね、冠がね、ついてるんですよ。ブーカンのパーツを 3D プリンターで出力して、わざわざね、このブースカのためだけに、このパーツを作って、つけてくださったみたいですよ。なんか、あれだね、動かすのもちょっと怖い。自立するのか。あ、自立する。ちょっと、前かがみになる。かわいい。前歯がね、これ前にね、出てきててね、出っ歯になってますけどね。これまたそれもキュートでいいじゃないですか。で、ちょっと猫背になってる感じかな。あ、この猫背はね、あの、ブースか、本物もね、猫背なんでね。いいかもわかんない。結構ね、硬いんですよ。あの、ぬいぐるみっていうかね、なんだろうな。フィギュアみたい。あの、柔らかいものが入ってるんだけど、あの、いわゆるぬいぐるみっていう感じじゃなくて、あとあの、生地がモヘアだから、ちょっとね、ザラザラした感じ。なんて言うんだろう、ふっかふかっていう感じではなくて、ちょっとザラついてる感じがしますね。またそれも高級感あっていいじゃないですか。はい。で、足の裏こうなってる。かわいい。で、ね。顔がこうなってると。はい。で、タグついてる、ちょっと待ってよ。これ、ちょっと。あ、これは、ここにつけといた方がいい。で、ここのね、左耳にはね、ボタンインイヤーっていうのかな、シュタイフのブランドで作られたっていう証であるボタンがここに止められていて、このタグがねあって、赤白のタグは限定版のタグになります。なるそうです。ここにシリアルナンバーとか製造年月日が書いてあるらしいんだけど、老眼で見えないんだよ。はいはいはい。ちょっとコーヒー飲みたい。タイ君コーヒー飲みたい。コーヒーこぼしちゃダメだけど。こぼすなよ、タイ君。できるだけ離れたと。はい。ひとしきり箱から出してみました。これがね、このドイツのテディベア専門のね、ブランドであるシュタイフのね、ぬいぐるみっていうことで、なんて言うんだろうな。こういう感じのテディベアも、作られてるんだろうなって推測できます。僕はね、こんな高級品ね、子供の頃買ってもらえないし、もちろん。こんなハイカラなのね、なんか。で、ね、大人になってこうやって、なんとか無理して買いましたけど。うん。期待通りの品ですね。はい。わかってもらえたかな、これ。ここ、あのね、頭部と、そう、ここが回転するのと、腕が動くらしいんだけど、ちょっと、怖いから、これだけのことですよ。
僕はね、特撮をね、ヒーローもののね、かっこいい必殺技にね、特撮使うのもね、もちろんありだと思うんですけど、このね、怪獣ブースカはね、ギャグにね、ギャグを描くときにね、特撮使ってやってるんですよね。実写の作品ですからね、これね。もうそれがね、もう1話だけ見てももう、わけわかんない、もう、爆笑しちゃうね、話で。僕、DVD ボックス持ってたんだけど、本当に。で、ほとんどそれも見ずに売っちゃったんだよな。チャメゴンが出てくるとの、出てきた時、俺知らない、見てないんだよ。チャメゴンっていうね、弟がいるんだけど。このね、ブースカのぬいぐるみを、ブースカのぬいぐるみを作った主体不社が今年で創業140周年。この怪獣ブースカは放送されてから55周年なんですよね。今年だよね。今年。うん。違う。来年なの？違う。今年でしょ？66年放送のはずだから。初代ウルトラマンとね、ウルトラQとね、同い年のはずだ。これでも、これ置いとくってなると汚しちゃったらダメだからね。置く場所に困る。取れてるかな。笑っちゃうね。笑っちゃう。動き出しそう。尻尾がね。ね、これ取れ取っちゃったらダメだから、これ。引っ張ったらダメだ。ここにつぶらやプロのタグが、なぜかここにつぶらやプロ。これね、なんかその、このブースカを説明してあるタグなんでしょうね、これ。いやまあ、納得でしょうね。納得の一品だね。うん。納得だと思うね。ブーカングラついてない大丈夫ね。これでグラついてるっつったら俺なんか歯がね、ほんと前に出てて下向いてないっていうのはまたこれがまた可愛いじゃないですか。こうなって指がちゃんと、足に指がちゃんと。でもね、ちょっと。たわしみたいな感じ。さらに。
本当に高級なやつはこんな感じなんですね。マジで？僕にとってみたらね、これどういうものかすらもよくわかんないじゃないですか。テディベアなんて僕持ったことないし、ぬいぐるみはね、僕好きでね、ぬいぐるみいっぱい買ってもらったりね、小さい頃にね。ぬいぐるみ好きだったんですけど。あのね、日本のね、いわゆるぬいぐるみと違う感じですね。ちょっとね。その、ふわふわしてないっていうね。結構硬い。へこまない。しっかりしたね、フィギュアみたいな感じ。タイ君、撮影、これで撮影終わっちゃうの？タイ君。本気で言ってんの？よし。じゃあ、この辺にしときますかね。まあ、いろんなとこで、こう、映しといて。これだけのことです。140年のね、シュタイフの歴史がね、ここに詰まってるっていうね。テディベアを140年作ってきた会社がね、作った日本のね、特撮キャラ、怪獣ブースカーですよ。なんかね、ずっしり重い感じがしますね。職人さんがね、丁寧にね、作ってくれたんだなっていうのがね、なんとなく、わかりますね。こんなの見たことないし、触ったことないもんね。俺にしてみればこれ。マジで。メイドインジャーマニー。シュタイフコレクション。うん。最後にね、ちょっとこれ見ていただいた皆さんにね、ちょっと判定してほしいんだけど、全然ブースカーと関係なくて、これ、ハゲてませんか？これ。ハゲてません？マジでマジで。めちゃくちゃ心配になって、今ね、相当悩んでるんですよ。ハゲてるでしょ？結構ね、雑な扱いするからね、髪の毛。まあ、皆さんね、ハゲてない！ハゲてませんよ！って書き込んでくださいね。それでは、今日は創業140周年記念、シュタイフというテディベアブランドが作った今年放送55周年記念の怪獣ブースカのぬいぐるみを開封して確認してみました動画でした。ご視聴ありがとうございました。